はあ、長いな。見えないものを見ようとして。第5位、第5位は頭の中で音楽を流すですね。これはもう不動のやつですね。皆さんやったことあるでしょう。うん、長い距離をね、泳ぐとき、例えば400とか800とか、まあ、1500とかね、長い距離をずっと泳ぐときに、結構もう途中でぼーっとしてきて、同じなんか音楽をね流すんですよ。特になんか好きな音楽とかじゃなくて、なんかね、直前に聴いた音楽、直前に聴いたやつが一生流れてます。しかももっと言うと、なぜかその自分の知ってるサビの部分が永遠に流れてる時がありますよね。しかもあれね、自分で意識的に流すんじゃなくて、無意識で流れてるんですよね。あれ不思議ですよね。で、音楽流してるとね、結構時間過ぎるの早いです。だからこれいいよね。多分人間がこう無意識的にやってるよね、あれ。で、僕たまにやるのが、400とか泳ぐときに、まあ大体5分弱じゃないですか、泳ぐの。なんで、5分弱でずっと泳げるんで、5分弱の曲を流す。5分弱の曲を1曲頭の中で流すと、ちょうど400泳げるんで、1本が、1曲終わるまでに1本終わるんで、非常にキリよく終わります。あ、そういえば明日英語の小テストやな。第4位は余計なことを思い出すですね。これありますよね。余計なことって、例えばね、テスト、あ、そういえば明日漢字の小テストやみたいな、なんかね、そういえばそうやったなみたいなことを思い出すんですよ。これね、結構あると思います。僕もね、テストであったり、その日のなんか授業中にやったなんか結構難しい問題の答えとかが急にパッて思い浮かぶ時があります。あれなんでなんでしょうね。多分何も考えてへんからでしょうね。だから結構その数学テスト前とか勉強せなあかん時に、長距離泳ぎながら頭の中でテスト勉強するっていうのがおすすめです。おすすめじゃないけどね、練習効率悪くなるけど、テスト勉強もできるんでおすすめです。あれ、全然しんどくない。第3位はスイマーズハイになるですね。これはね、スイマーズハイってね、あるんですよ。このランナーズハイとかあれみたいに、ずっと泳いでてなんかしんどいとか感じるのを、なんかどっか行くんですよ。しんどくなくなる、途中で急に長い距離泳いでると。結構その410本とかやってると、まあね、きついじゃないですか、400泳ぐのって。けどなんかね、もうなんか4本目ぐらいからなぜかね、あんまきつさを感じなくなってくるんですよ。きつさを感じずに一定のタイムでずっと泳ぎ続けれるみたいな、これはね、よくあります。僕はね、1500の選手なんで、こういう現象がよくありましたね。スイマーズハイ、まあ要するにゾーンに入りやすいです。長距離泳ぐときは。短距離をね、泳ぐときってあんまりゾーンに入りにくいんですけど、長距離をね、ずっと無我夢中で泳ぎ続けるって、結構ゾーンに入りやすいような気がします。もちろんきついんだけど、なんか、きつさをなんか感じなくなるときが一瞬来るんですよ。このゾーンに入る感覚っていうのはね、感じたことない人はぜひやってほしいね。めちゃくちゃすごい気持ちいいから。家帰ってゲームしたいな。あれ、今何メートルやっけ。第2位はいらんこと考えすぎて距離忘れるですね。これあるんだよね。まあさっきも言いましたけども、なんか音楽流したりね、このテスト勉強とか頭の中でしてると、なんかあれ今何メートルやったっけってなるんですよ。これ良くないね。これ良くない、非常に。僕も結構その練習でとかやったら、まだまあなんとかなるっちゃなるんですよ。例えばまあ練習中やったら、まあギリギリね、途中でなんか止まってもコーチに、まあ行けよって言われるだけだからいいねんけど、試合でね、僕1500泳ぐんで、1500でも、まあ下にね、ラップカウンターがある時ありますけども、 JO とかでは基本的に1500ってほんまないんで、ラップカウンターが自分で距離数える必要あるんですよ。ラストの鐘もあるけど、あと何メートルあるか分からへんから、結構気持ち的にきついんですよ。だからちゃんと距離を数えておく必要があるんですよ、レースでは。ちゃんとね、1500はね、結構レース中でもね、いらんこと考えちゃうから、1500長いから。
なんでレース中でも練習中でもいらんこと考えてもいいんだけど、まあ距離だけはなるべく間違えないようにしましょう。ああ、もはやターンするのもめんどくさい。番外編はもはやターンするのがめんどくさいですね。うん、これある。もうなんかさっきも言いましたけども、ゾーンに入ったらね、ゾーンに入ってこう無我夢中のゾーンに入ったらずっと腕回してるだけで進むんですよ。だからいちいちクイックターンするのがもうめんどくさでしゃあない。特に 25m プール淡水なんかもうマジターン何回すんねんってぐらいターンするから、クイックターンの場合はめんどくさくなってくるんですよね。長水やったらいいんですよ。長水やったらマジで結構ターン30秒か40秒ぐらいはターンしなくていいからいいんですけども、淡水ってマジで400なんかハードしたら15秒に1回ぐらいはターンするわけでしょ、もうゾーンに入ったらね、これはね。ただ泳ぐのしんどい時は、腕回すのきつい時はターンがあった方がいい、ターンで俺結構潜るから稼ぐから時間を、ターンがある方がいいんですけども、ゾーンに入ってる時に関してはターンするのいちいちめんどくさいね。ターンなかったらいいのに、もう1500とかぶっ続けで泳いだろかって思う時あるけど、多分そっちの方がきついと思う。今何メートルやったっけな。第1位は距離が分からなくなって隣のやつに合わすですね。これあるよね。まあ先頭のやつとかねはね、2番目のやつは先頭のやつ見て距離合わせれるんですけども、先頭のやつってマジで距離合わせられへんから時間も。だからまあ3コースぐらいでね、3コースで同じ練習してると、この先頭で泳いでたのに隣のやつに合わせてちょっとゆっくり泳ぐって、ちょっと時間ゆっくり合わせて隣のやつを様子に伺いながら泳ぐっていうね、これよくやるよね。僕もよくやってましたよこれ。なんか急に遅くなるんですよ。急に先頭やったのに急に遅くなって隣に合わすっていう。で距離が分かりだしたら追い越して勝つっていう。これ良くないんだけどね。距離は数えた方がいいよ。で僕がね最近よくやるのは、僕は今一人で練習してるんで、僕はこう途中で呼吸するときにペースクロックを見て、今上から出たから300やったらだいたいまあ3分半やからみたいな、3分半だから、長身が上から出たから下の方にあったらこれ多分300やなみたいな感じで、この時計を見ながら自分の距離を合わすという技を身につけました。はい、今回以上でございます。長い距離を泳ぐ練習ってきついよね。だからこそね、こういったあるあるがたくさんあると思います。長い距離を泳ぐ練習もね必要なんで、皆さん頑張ってください。今回以上です。しゃっ。